日本の民話、広島、わらしべ長者。一人の男が出世できますようにと言って、観音様に祈願をした。すると観音様のお告げがあって、この寺を出て転んだら、一番初めに手に触れたものを授けよう。そうしたらば必ず出世をするであろう。そこで男は寺の門を出ると石につまずいて転んだ。その時男は一本の藁に手を触れた。男はそれを持って歩いていく途中でアブを捕まえて、その藁で縛って歩いた。すると、向こうから大勢の人たちに囲まれた鬼人の行列が来たが、中に一人の子供を抱いた人が車に乗っていた。ところが、その抱かれた子供が急に泣き出したので、藁で縛ったアブをやり、お礼にみかんを3つもらった。男はそれを持って歩いて行くと、呉服屋が喉を乾かして困っているので、そのみかんをやると、お礼に布粉を3反くれた。男はまたずんずん行くと、今度は道端に馬の死んだのがあって、人々が立って、考え込んでいた。男はその死んだ馬と布子を取り替えてもらった。そして男は急いで馬に水を飲ませると、馬はたちまち生き返って立派な馬になった。男は大変に喜んで歩き続けていき、その晩はある大きな家に泊めてもらった。その家の主は男を呼んで、私はこれから西の方へ旅に出かける。それでもうこの家には再び戻ってくるかどうかわからない。私が帰ってくるまでこの家をそなたに留守をしてもらいたい。もしも帰らなかったらば、この家はそなたに差し上げよう。その代わりにその馬を私に貸してもらいたい、という。こうして主人は旅に出たが、そのまま帰っては来ず。男はその家の主人に収まって、一生を安楽に暮らした。